両手で線を描く。いい感じで脳が追いつかない。したいようにできてしまうとできないことのストレスが生まれる。鼻からできないことやってればそんなもんかと受け入れる。だから両手で描いてる。あとそれの方が早いから。できない自分を楽しめばデタラメな線も形になる。なんなら描きながら次描く作品の構想を練ったっていい。囚われて損することは囚われないに限る。出てくる形を受け入れる。そして誰かが描いた作品のように見る。絵に表情が生まれてくると奥からにじみ出てくる色に沿って色を置く。そこじゃないと言われれば反対側にも色を置く。何ともつかない絶妙な配色になった時、そこにいる動物たちが心地よさそうにこっちを見てる。いい作品が描けたとどやってるわけじゃない。作品の邪魔を僕はしなかったことにほっとしているだけ。戦いに勝ち抜いたドラ。